CM 中何があったの気になりますよ、ユリアさんの笑い声。CM 中は和気あいあいと話されております。はい、ここからは皆さんにより一層産地を感じていただこうというおやつのコーナーです。今日の産地のおやつはスイーツジャーナリスト平井和洋さんのおすすめ、ロッテルカカオストアのお取り寄せができるチョコレートサンドです。皆さんどうぞご堪能ください。
全て家具がついてきます。このお宅家具付きですか？そうなんですよ。すごい、おしゃれな家具すべてついていきます。おしゃれだね。家があっても家具の選び方って難しい。でも私たちの今日の服装、この家住んでそうじゃないですか？めちゃくちゃ住んでそう。くつろいでありますが、やはりユリアンさん、なんといっても目を引くのは出品に見える海。あー、これです。ちょっと見ていきましょうか、はい、お願いします。うわ、いいですよね、ここでお家の素敵なポイントをご紹介する人に、はい、3面ガラスになったウッドデッキなんですね。お部屋の中心に据えることで外の光を取り入れる面積を増やして、部屋の中がとっても明るくなるという設計なんです。丸出しすぎない、はい、ね、プライバシーも守られるというか。そうなんですよ、おしゃれなカフェみたい、ね、しかもですね、これ窓を開けて使うと、ちょっとしたアウトドア感覚でリビングともつながってみたいな。つながるんだ。そうなん、いいですね。いいの、1個のベランダで3つの窓役割があるんですね。そうなんです。そうなんです。そうなんです。ちょっと僕もそうなんです。3つのデカ窓ってちょっとハテナついたんですけど。デカ窓理解しないんですよ。そうなんです。3つのデカ窓を言うたよなって思いつくの。すみません。それではどんどんご紹介してまいりましょう。ゆりやさん、LDK に戻っていただいて。ちょっとおっしゃってた1階の和室も見ていきましょうか。わー、いいですね。和室もあるんですよ、ね、雪見窓もありつつ、雪見窓いいですね。ちょっとした和室って良いですよね。やっぱり洋室とはまた違った、畳の部屋落ち着きますしね。畳がありますね。ありがとうございます。おしゃすぎるツイッター、おしゃすぎる、アットマーク ZRUHU、 ステアカの方からです。ホンワーカーの方です、大丈夫です。ホンワーカーの方がね、おしゃすぎるって送ってくださりました。ありがとうございます。おしゃすぎる、かわいいですね。ねえ、かわいいですね、おしゃすぎる、ね、おしゃすぎる。それでは最後にユリアさん、戻っていただいて、はい、2階の廊下の方に進んでまいりましょう。1階ね、はい、も楽しみですが、なんです、2階もあるんです、はい、こちらね、おしゃれなんですが、ここにはウォークインクローゼットがあるんですよ。いや、いいですね、広っ。ここもね、本当にそうなんですよ。ユリアンさんもおっしゃる通り、ここで住めますね。いや、ここでもいいですよね。広っ。フリーのスペースがあるウォークインクローゼット、衣類に限らず普段使わない家具など、ね、大型品の収納にも便利。でも上でね、2、3人寝れますよね。そうですよ。ちょっと頑張れば4人行けますね、ここだけで。確かにそれぐらいね、使い勝手も良さそうな部屋にはなっております。さあ、そしてお時間の都合でご視聴ませんでしたが、2階にも素敵な椅子、他にもあと3部屋に、はい、気になるお値段いくらくらいだと思いますか？高橋さん、いかがですか？家具ついてるんですよね。はい、そうですね。結構ね、高級住宅になりますか。じゃあ5億で5億行きましたか。ゆりやんさん、いかがですか？5億で5億揃えた。気になるお値段見ていきましょう。こちらです。5億90万円。当たったかと思っちゃった。5億9800万円じゃないですか。5980万円ということなんですが、ですが残念ながらこちらのお部屋も契約